電気抵抗、電気抵抗、電気抵抗、レジスタンスは、電流の流れにくさのことである。電気抵抗の国際単位系における単位は、オーム、記号、オームである。また、その逆数は、コンダクタンスと呼ばれ、電流の流れやすさを表す。コンダクタンスの SI における単位は、G メンス、記号、S である。断面積が一定の物体での抵抗値は、 電気抵抗率と長さに比例し断面積に反比例する。超電動体以外のすべての物質は何らかの抵抗値を持つ。一般に金属は温度が高くなるほどに電気抵抗率が高くなり、半導体は温度が高くなるほどに電気抵抗率が低くなり、電解質はイオン濃度が大きくイオン移動度が大きくなるほど抵抗値が低くる電気電動を参照。 物体の電気抵抗、R は、それに印加される電圧ボルト、とそこを流れる電流 I の比で表される。多くの物質にとって、与えられた温度での電気抵抗、R は一定である。その物質を流れる電流や電位差、電圧で抵抗値が変化することはない。そのような材料を、オウム性材料と呼ぶ。オウム性材料でできた物体の一定の抵抗値の定義を、 オームの法則と呼ぶオームの法則に従わない、非線形の電動体では、電流や電圧の変化に伴ってその比が変化する。その時の IV 曲線を、コードルレジスタンスあるいは、スタティックレジスタンスと呼ぶこともある。電気抵抗の原因としては、第一に物質を構成する原子の熱振動がある。他に、結晶の格子欠陥も抵抗の原因となる。 比例定数、シグマ、その場所の電界を、E、電流密度を J とすると、となる。シグマは、物質定数でこれを導電率、導電率コンダクティバティ、または、電気電動率、電気で電動率、エレクトリックコンダクティバティという。これの逆数を、電気抵抗率、電気抵抗率、エレクトリックリーシスティバティ、あるいは単に抵抗率、抵抗率リーシスティバティ、または、 非抵抗、非抵抗、スペシフィックエレクトリカルレジスタンスといい、どう読むこともある。電気抵抗を低く抑え電気エネルギーのロスを最小限にした金属ワイヤーなどの物体を電気電動体と呼ぶ。電気抵抗が特定の値になるよう設計された電気エネルギーを消費する電子部品を抵抗器とこ。電気電動体は金属など電動性の高い材質を使っており、 特に銅とアルミニウムがよく使われる。抵抗器は様々な材料を使って作られており、消費するエネルギーの量、耐えられる電圧や電流の核、抵抗値の精度、価格などによって異なる。抵抗値は物体の長さが長くなると増大し、断面積が大きくなると低下する。断面積が一様な物体の電気抵抗、R とコンダクタンス G は次のように表される。 ここで、フォーミュラ5はその物体の長さ、単位はメートル、A は断面積、単位は平方メートル、ローは材質によって決まる、電気抵抗率、単位はオームメートルである。電気抵抗率はその材料の電流の流れがたさを示す値である。直流の場合、コンダクタンスは電気抵抗の逆数となる。実際には、導体の断面に対して、電流密度は、 一応とは言えないが、長く細い導線については、蒸気の式が良い近似となっている。導線を交流電流が流れる場合、表皮効果によって、実効的断面積が小さくなる。また導体が隣接しているところに交流電流が流れると、近接効果によって、直流の場合や導体が単独の場合よりも、電気効果高くなる。商用電源では巨大な電流が巨大な導体を、 流れていることから、これらの効果は大きい。回路に交流電流が流れる場合、それを妨げるのは、電気抵抗だけでなく、電流の変化によって生じる。電磁場も電流が流れるのを妨げようとする。これをリアクタンスと呼ぶ。リアクタンスと電気抵抗の影響を一つにまとめたのが、インピーダンスである。電気抵抗を測定する装置を、絶縁抵抗計と呼ぶ。 単純なものでは測定のためのリード線の電気抵抗が無視できなくなるため、低い電気抵抗を正確に測定できない。そのため、より正確に測定するには4端子測定法を用いる。金属では原子核が格子状に並んでおり、それぞれに電子の殻がある。これを非ン格子とも呼ぶ。外側の電子は自由電子となっており、格子状を動き回ることができ。 そのために金属は胴体となっている。金属に電位差、電圧を因果すると電状に影響されて自由電子が一方向に流れ出す。常温では非温の熱による動きが電子を散乱させる主たる要因となっている。すなわち自由電子の波と非音のポテンシャルが破壊的干渉を起こすためで、それが金属における電気抵抗の主な原因である。 格子の欠陥も電気抵抗の原因の一つだが、純粋な金属では、その影響は無視できる程度である。胴体の断面積が大きいほどより多くの自由電子が電流を運べるため、電気抵抗がより小さくなる。胴体の長さが長いほど電子の流れる経路が長くなり、散乱の起きる可能性が高くなるため、電気抵抗がより大きくなる。 材質の違いも電気抵抗の値に影響を与える。金属ではフェルミ順位が電動体バンド理論参照にあり自由電子に定期するのが容易となっている。しかし半導体ではフェルミ順位がバンドギャップ金星体にあり不純物を加えていない半導体では値電子体の最高順位と電動体の最低順位の中間に位置する。 つまり0ケルビンでは自由電動電子が全く存在せず、抵抗は無限大となる。しかし電動体の電化単体密度が増大するに、従って電気抵抗が小さくなっていく。不純物を加えた半導体では、銅パンと不純物の原子を増やすことで、電動体に自由電子を供給したり、値電子体に成功を生じさせることで、電化単体密度が増大していく。 銅パントの含有率を増やして、ドナー原子、またはアクセプター原子を増やすことで、電気抵抗が小さくなっていく。不純物を大量に含ませた半導体は、電気的には金属に近づいていく。高温になると熱によって冷気された電化単体が支配的になり、銅パントの量はあまり関係なくなって、温度上昇に伴って、指数関数的に電気抵抗が低下していく。 不動体、絶縁体ではバンドギャップが半導体よりも大きい。電解液では電流を担うのは電子や成功ではなくイオンである。イオン性液体の電気抵抗率は濃度によって大きく変化する。蒸留水はほぼ不動体だが塩水は電気伝導性が高い。細胞膜において電流を担うのはイオン化した塩である。細胞膜には特定のイオンを 選択的に通す小さな穴、イオンチャネルがあり、それによって細胞膜の電気抵抗が決まる。量子力学によれば、原子内の電子は任意のエネルギー値を取ることができないとされる。電子が占めることができる固定のエネルギー順位がいくつかあり、それらの中間の状態を取ることはできない。それらエネルギー順位は2つの帯、値電子帯と電動帯に分けられ、 後者の方が前者よりもエネルギーが高い。電動体にある電子は、電状が存在すればその物体内を自由に移動できる。不動体と半導体では、電動体と値電子体の間に金星体という電子が占めることができないエネルギー順位の領域がある。電流を流すには、相対的に大量のエネルギーを与えて電子に、この金星体を呼び越えさせる必要がある。 そのため、高電圧を印加しても、相対的に小さな電流しか流れない。電流と電圧の関係が線形でない場合、IV 曲線の描く線の傾きを、デファレンシャルレジスタンス、微分抵抗、インクリメンタルレジスタンス、スロープレジスタンスなどと呼ぶ。すなわち、次のようになる。線形でなければこの値は、電流電圧いずれに対しても一定値にならないので、 条件となる電圧か電流を指定する必要がある。この量を電気抵抗と呼ぶこともあるが、条件の定義とこちらの定義が一致するのは、理想的な抵抗器などのオーム製材料だけである。例えばダイオードは、電流や電圧の変化によって電気抵抗が変化する電子部品である。また、この量を交流抵抗、値と呼ぶ場合がある。考え方としては、 トランジスタ等の交流増幅率と同じで、微小な交流入力信号に一定バイアスを乗せて、対象デバイスに電流を流すと、出力信号の振幅イコール、指定バイアス時の交流抵抗、入力号の振幅となる。常実のリアクタンス等の意味での、交流抵抗とは意味も趣旨も全く違う。VI 曲線が直線でない場合、電圧、または、 電流のある範囲では微分抵抗が負となる場合がある。これを不正抵抗と呼ぶが、より正確には不正微分抵抗と呼ぶ。ただしその場合に実際の電流と電圧から電気抵抗を計算してもその値が負になるわけではない。不正抵抗を示す電子部品として、例えばトンネルダイオードがある。微分抵抗が役立つのは非線形な電子部品と線形な電源。 負荷を小さな感覚で比較する場合のみである。例えば、チェナーダイオードに様々な値の電流を流した時の電圧安定性の評価で必要とな。微小信号モデル技法は非線形部品の解析によく使われ直流の動作点、バイアスポイントを選択して、その動作点での方程式の線形化を使用する。常温付近では、主な金属の電気抵抗は、 温度上昇に比例して増大し、主な半導体の電気抵抗は逆に低下していく。電気抵抗の温度による変化量は、その材質の電気抵抗率の温度係数、α を使って、次の式で計算できる。ここで t は温度、t は基準温度、一般に常温、r は t における電気抵抗、α は、 単位温度あたりの電気抵抗率の変化率である。α は対象とする物質によって決まる定数である。ただしこの式は近似的なものであって、電気抵抗の変化は物理的には非線形であり、α が温度によって変化する。そのため α にはそれを測定した時の温度を添えるのが一般的で α などと表し、その温度周辺でしか使えないことを示す。 低温、デバイ温度未満では、温度低下に伴って、炎による電子散乱が少なくなるため、t に比例して、金属の電気抵抗が低下していく。さらに低温になると、電気抵抗の使用因は、電子同士の衝突となり、t に比例して、温度低下とともに、電気抵抗が低下していく。ある温度まで下がると、金属内の不純物が、電子散乱の使用因となり、 電気抵抗はある値より低下しなくなる。マーティセンの法則、1860年代にが、定式化。下記の式はそれを現代風にしたものによれば、それらの異なる振る舞いの相和によって、温度と電気抵抗の積が表されるとしている。ここで、R は、不純物によって決まる、最低の電気抵抗で、温度によって変化しない。係数、A、B、C は、 金属の特性によって決まる。この法則を確かめる実験を行った平家、カメルリング・オネスは1911年、超電動を発見することになった。新生半導体は高温になると両導体となる。熱エネルギーによって電子が冷気して電動体に移り、値電子体に成功を残す。そうした電子は自由に動けるようになり、成功も自由に動くことができる。 典型的な新生半導体の電気抵抗は温度上昇に伴って指数関数的に低下する。不純物半導体の電気抵抗と温度の関係ははるかに複雑である。絶対零度から温度を上げていくとドナー原子あるいはアクセプター原子から電化単体が離れていくため電気抵抗は急激に低下していく。ほとんどのドナー原子やアクセプター原子が 電化単体を失うと、金属とほぼ同様の状態となるため、温度上昇に伴って、若干電気抵抗が上昇し始める。さらに温度が上昇すると、ドナー、アクセプターによる電化単体はあまり支配的ではなくなり、新生半導体と同様に、熱エネルギーで冷気された電子とそれによって生じた、成功が電流を担うため、電気抵抗は急激に低下する。 電解液や不動体の電気抵抗は非線形に変化し、材質によってそれぞれ異なる変化を示す。そのため一般的な式を示すことはできない。動体の電気抵抗は温度によって変化するが、同時に歪みによっても変化する。動体に、張力、物体を引き伸ばそうとする応力をかけると、長さが伸びて、断面積が小さくなる歪みが生じるため、電気抵抗は高くなる。 逆に圧縮すると電気抵抗は低下する。この現象を応用して歪みを測定する歪みゲージがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。